ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。今日はですね、ビルドの紹介を、させていただこうかと、思っております。ソーサラーのスタミナビルドですね。まあ、いわゆるメレーと呼ばれる、近接型の、キャラクターのビルド。私はね、これをね、まあ、ちょっと使うスキルとかね、こうちょっとまあこだわってマオマービルドということに、して、まあ、ロールプレイをね、しているわけでございますけれども、まあ、ちょっとやってて面白いというのと、まあ、そこそこ戦えるかなと思っているので、ちょっとこれを皆さんにね、ご紹介できたらなと、思っております。というわけでね、早速ですけれども、皆さんマオマーってご存知でしょうか。まあ、いわゆるシーエルフと呼ばれている種族ですね。まあ、基本的にはですね、まあ、彼らは、正当な、アルドマーと呼ばれる、まあ、エルフの、いわゆる祖先みたいな、種族の正当な、後継者だと、まあ、なんだろう、表明しておりまして、これがね、またアルトマーというね、まあ、ハイエルフたちと、まあ、同じ、まあ、言い分でして、まあよくぶつかり合っているわけでございます、まあだからね、基本的にはアルドメリドミニオン編で、やってらっしゃる方なんかはね、このマオマーというね、シーエルフたちと、対峙する、状態にあるんで、結構敵としてよく出てくる種族だと。敵としてよく出てくるというか、もう敵としてしか出てこない種族ですね。まあ、ですので、まあ、もちろんね、最初に、ね、選べる種族として、選べるわけもなく、まあ、マオマーなんてね、本当はプレイヤーは慣れはしないのですけども、ちょっとまあ似せることはできるなと思ってて、まあ、ちょっとそのあたりもね、まあ、このロールプレイの、まあ、鍵となるところでございますので、そのあたりの説明もちょっとさせていただこうかなと、思っております。まずは最初にそこからいきましょうかね。はい、ですね、まずこのキャラクター、まあ、普通にね、アルトマーで始めてます。まあ、ハイエルフと、まあ、シーエルフ、見た目というか、テクスチャーというか、テクスチャーだねや、モデリング。基本的には色が違うだけなんですよ、このシーエルフと、ハイエルフって。まあ、ちょっとね、見てもらおうかな。シーエルフたちがね、今、ここにいますので、下にいますね。あそこにいるか。ここに一人いたはずなんで、この人から。いますね。ご覧の通り。見た目は、ね、エルフ。ハイエルフですね、完全に。見た目はね。ただもう肌の色見てもらったらわかると思うんですけども。そうだな。結構あれだね。目の色って、人それぞれなんだな。やっぱり、まあね。種族が全部同じとは限らないよね。まあ、アルトマンもそうだし、目の色違ったりとか、肌の色ちょっと違ったりとかしますし、やっぱりシエルフもね、肌の色、ね、青白いものもいれば、そうでないものもいるんだな。ね、あ、ちょっと消えちゃったけども、完全にね、こっちは白。ちょっとピンクかかった白だね、こっちね。まあ、中にはね、青白い。まあ、肌の、まあ、シーエルフもいたなと。まあ、このし、やっぱりね、アルトマーで始めてしまうと、まあ、ハイエルフで始めてしまうと、どうしてもね、黄色っぽい、肌の色になってしまうので、まあ、じゃあどうするのかと、白い肌を作り出すのには、吸血鬼というね、ものがこの、吸血鬼というものっていうのもあれだ、吸血鬼に、ね、なれるんです、プレイヤー。まあ、ウェアルフになれたりとかね。まあ、そのなんだろうな、ちょっと得意体質というものがちょっと
このゲームございまして、まあ、吸血鬼になり方っていくつかあるんですけども、吸血鬼は新月だったのかな、新月だか満月に特定の場所に行くに笑われる吸血鬼と、まあ、戦って噛んでもらう、これが多分何の多分課金もせず、誰かの手を借りずに吸血鬼になる術なんじゃないかな。ちょっとなんかやりようがなかったかな。ちょっとバンコラいるね。これですね、この辺り。2位確か満月だか新月あたりに、ここだね。うん、まあ行くと多分どっちかがウェアルフでどっちかがヴァンパイアだったはずです。これは表示されてないけども、うん、まあこういうところにね行くと、うん、まあいまして、かかったらですね、ちょっと行ってみましょうか。かかりましたら、まあ私基本的にはよくバンコライでってするので、この辺り行かせていただきますけど、そんなに遠くないところ、この吸血鬼の祭壇がありますと。ここですね、この辺りじゃなかった、これだ、ここですね。なんか人がいるの、ここでね、ここに多分サンクイネア症候群の時にここに来るとここ入れるようになる。でこの中でクエストがちょっとありますので、まあ、それをやっていただくとですね、ちょっと待ってね、スキル吸血鬼、噛んでほしいんじゃない、なんか動かなくなっちゃった。なぜか私が動かなくなっちゃった。なぜか私が動けなくなっちゃった。吸血鬼の、あ、わっと終わった。多分向こうが見ているあのムービーと私が見ているムービー違ったんだろうね。まあちょっと今私今この多分何も知らない人を吸血鬼のクエストを受けれるように、まあちょっとあるんですよ。これね、血の儀式ね、吸血鬼の儀式場に行くことで7日に一度他のプレイヤーを吸血症に感染させることができると。すでに来館スロープ症候群を発症しているプレイヤーは吸血鬼には感染しないと。でいなくなったでしょ、多分今クエスト受けにこの中に入りました、とまあですね、まあ難しいんですよ、その新月だ満月だ待って、そこら辺にいる吸血鬼に噛んでもらうのって。なのでまあね、基本的にはね、こういうね、祭壇、まあ各地にあるんですけども、私が知ってるのはこの、ダガーホールと、アルドメリのここね、この辺り、と思います。ヴァンパイアになるんだったらここ、ウェアウルフになるんだったらここ、うん、ウェアウルフも待ってたら、してくれる人はいますんで、祭壇でね。まあちょっとね、課金してっていう術も実はあるんですけれども、アップグレードだったかな。これだね。ウェアウルフの神跡。これを使った状況のものは、ハーシの贈り物を受け取り、ライカンスロープ、川を変えるもの、すなわちウェアウルフと化す。これだね。吸血鬼もあるんだ。吸血症の呪いね。これを使ったものは吸血症に呪われる、あるいは、祝福を受け、そして夜の子、すなわち吸血鬼となる。アーケの司祭というのが町の宿屋にいるので、まあ、その人にちょっとちょろっとお金払うと直してもらったりもできるということもあります。まあ、ごめんね、私も噛んじゃったから噛んであげれない、なのかは。とまあこんな感じで吸血鬼になる術がいくつかありますよと、
まあ大体はあそこに突っ立っていれば噛んでもらえますんで。あと、なんだろうな、ギルドなんかに所属している方はね、ギルドの中で、まあ、吸血鬼にしてくださいみたいな、誰か吸血鬼になりたいんで噛んでもらえる人いませんかみたいなことを言うと、多分1人や2人はね、じゃあ噛むよって言ってくれると思うんで、まあ、一緒にね、さっきの祭壇に行って噛んでもらうと、まあ、いうことをすると、まあ、吸血鬼に今なれますと。はい、と、まあね、ご覧の通り、吸血鬼になるとですね、まあ白い肌が手に入って、マオマーにちょっと近づくことができますと。うん、で、まあこれだけだとね、ちょっと、まあまだ吸血鬼なんですよ。うん、ちょっとそれをお見せしよう。今ね、コレクション外見のヒゲの中にね、まあ預言者の目っていうものがあるんですけど、これを使ってます、実は。うん、これを使ってない状態だとどういう状態かというと、まあ、こんな感じでございますね。まあ、吸血鬼の、うん、目になると、充血した、うん、白い目。うん、まあ、これではちょっとマオマーというよりも、やっぱ吸血鬼、うん、なわけですよ。で、やっぱり、吸血鬼じゃなくて、マオマーって基本的には死んだ魚の目というか、焼き魚の白い目みたいなね。うん、あんな目をしているのでですよ。うん、目に、まあ、したいよねと。で、それがですね、まあ今、解いたんですけども、ヒゲのね、預言者の目というもの、うん、これを使うと、まあご覧の通りですね、まあ、マオマーの目と同じ目になるんです。これは、同じ目です。完全に、うん。ちょっと、もっとアップで見せて。これね、うん。これです。まあだから失明した目、うん、がまあいわゆるマオマーの、うん、目と酷似しているので、まあ、これを装備したいわけなんですけれども、これがですね、まあちょっとクラウンで課金してもらうことになると思うんですけども、スタイルパーラー、この中にどれだったかな、コスメティック装飾かな、うん、セット9、うん、この中にね、ご覧の通り預言者の目、うん、ございますね、うん、まあこれを使うとまあね、マオマーと同じ目になって、まあ白い肌も相まってですね、まあ、ちょっとアップで見ると血管が浮き出てるから、まあ、吸血鬼だなって分かっちゃうんですけど、まあパッと見ほぼマオマーの見た目に、うん、まあ慣れますよと、まあ、いう形なんですね。はい、というわけで、襲ってこないマオマーの、方、うん、いらっしゃいまして、うん、ちょっとまあ比較として並べてみたい、うん、まあ目見て分かると思うんですけどね、ね、同じ目をしていると。ちょっとこっちじゃなくてこっちの方がいいのかな。うん、やっぱちょっと肌の色はやっぱ青白さがね、うん、マオマーはありますので、まあ見て分かる通り、もう完全に側はハイエルフ、うん、まあ目の色と肌の色が違うねっていう感じなんですよ。まあなので、うん、まあ、そのあたりクリアできたら、マオマーになれるぞと。あと、マオマーって、基本的には髪の色はもうモノトーンなんで、うん、白から黒の間の色。だから、グレーとかはいると思うんですけど、基本的にはやっぱ白が多いですね。黒の髪の色した、ね、マオマーも結構いますけれども。あ、この人ちょっとあれだね。黒っぽい髪の色してる。男性のマオマーですね。まあ見た目はこんな感じでマオマーにはなれますと、うん、いうことでして、じゃあいよいよね、早速ですけど、まあこのマオマーらしい戦い方をさせるために、スタミナソーサラーの、ビルドのご紹介、させていただこうかと思っております。まずはスキルの方から説明させていただこうと思います。
はい、というわけでね、まずはスキルの、解説を、させていただこうと、思っております。まずマオマーとして、ソーサラーの、特徴でもある雷由来の、スキルラインが多いんです、ね、ご覧通り、魔術師の風のね、雷撃ダメージ、ね、あ、オーバーロードかこれ。まあ、雷撃ダメージですね。フンヌ。フンヌというか魔術師の激光という技ですね。これの変異がフンヌ。稲妻形態。これも、これは物理ダメージになるのかな。変異させると。まあ、変異させないと多分、雷撃ダメージだと思います。稲妻の反乱、ね。雷撃ダメージ。クリティカルサージ。これはあの自分のバフですね。でボルトエスケープ。まあ、これもちょっと変わった技ですけど、瞬間移動させる技ですね。これもでも使いようはあるのかな。まあでもこのビルドでは多分使わないと。まあご覧の通り、ね、物理と雷撃ダメージが上がると、まあ、いうような、まあ、スキルラインになってまして、まあ、マオマーっていうね、シーエルフっていう種族はですね、まあ、天候を操ることに長けている、エルフでございます。まあ、ですので、まあ、基本的にはね、まあ、嵐、ね、雷関係の技だったりね、スキルだったりを、まあ、使う種族だなと、まあ、いうことでして、まあ、この辺りがね、まあ、スタミナソーサラーの、まあ、ビルドと、うん、ちょっとリンクしてていいなと、うん、思ってまして前からね、うん、まあ、なのでちょっとこういうロールプレイ面白いんじゃないかと思って作ったキャラクターなんです。まあ早速ですけども、入れているスキルたち見てみましょうか。連続打撃、これはあれだね、二刀流のスキルですね。連続打撃ね、猛攻の変異で掃除の変異、引き裂き斬りね、旋風の変異、旋風斬りと、このあたり、この3つは二刀流のスキルですね。で、狩りの達人の変異、ステルスハンター。これは、戦士ギルドかな。戦士ギルドの4つ目ですね。うん、まあ、これを入れとくとですね、スロットに装備している間、ね、どうも強が付与されると。いうことで、まあ、クリティカル率が上がりますよね。というスキルです。そして、この魔力の武具。これがですね、デイドラの召喚の、最後の、スキル。魔力の鎧というものの変異。これがね、まあ、このビルドの、まあ、面白みでもあるので、これを必ず入れておいてください。で、まあ、ね、アルティメットアビリティ、ね、まあ、天候を操るマオマーですから、やはりこの辺りはね、大殿の、まあ、嵐の精霊召喚、あの、ケナーシーズ・ルーソでもね、最後、ね、あの、マオマーがでかいあの嵐の精霊を、ね、召喚して、まあ、その力を使って島を吹き飛ばそうとするわけなんですけど、まあ、そんな背景もありますので、やっぱりね、アルティメット、ね、一撃必殺の技には、やっぱり嵐の精霊を、まあ、召喚してもらいたいと、まあ、いうことでこれ入れてます。これは別にスタミナビルドであっても、あの、使えるスキルだと思うので、あの、これを入れておいて、いいかなと。これ裏を持ってこれを入れてますと。で、裏、ね、弓を使ってます。二刀流とだから弓を使っていく、まあ、ビルドでございますね。で、基本的にこちらはですね、まあ、あんまりここをメインで、ね、あの戦闘をしない。まあ、だから基本的には、AOE というね、AOE じゃない、ドット、うん、まあ、継続ダメージ。でもあり、範囲攻撃でもあるスキルを中心に、まあ、これを使ってこっちで戦っていく、ね、主要武器の方でまあ戦っていく。裏はまあ、あくまで、なんだろうな、必要な、うん、ダメージソースを、盛るためのまあセットであって、こっち弓で戦っているってことはまあまずないですね。まあ、特殊な、ね、状況でまあ近寄れないとか、敵に近寄れない状況ってなったら、まあ、弓を使うみたいなことは、まあ、ありますけれども、基本的にはここは、自分のバフだったりとか AOE もしくは、ね、ドット
を、まあ、巻くための、予備の武器だと、まあ、いうことでございます。私はね、この正射の変異を、まあ、基本的にはね、よく使われるのは、終わりなき観光という、まあ、持続時間がね、11秒だったかな。うん、まあ、ちょっと長め、うん、持続時間が長いよというスキルなんですけど、私ね、あんまりこの持続時間というよりも、この射程じゃなくて範囲、が、弾幕はちょっと広くて、終わりなき観光と比べるとね。うん、まあ、だからちょっと散らばってる敵にまとまって当たることを想定して、こっちを使ってます。多分 DPS 単体の敵に DPS 出すんであれば終わりなき観光の方が全然ダメージ出るっていうのがあるので、そのあたりおすすめはまあ終わりなき観光なのかな。私はちょっと弾幕が好きで弾幕使ってるって感じですね。まあ、そのあたりはまあそれぞれが好きな方を選んでいただいていいのかなという感じですね。あと魔王魔らしさというやっぱね、雷撃のスキル何かやっぱりいくつか欲しいなと、まあ、ありますので、まあ、今の、ね、仕様ではあんまりね、スタミナビルド、マジカビルドどちらでも、まあ、物理ダメージ、魔法ダメージね、両方ちょっとそこそこ強く、なんだろうな、どっちかしか使えない、ね、スタミナビルドであれば、まあ、物理ダメージしか使えなくて魔法ダメージちょっと弱まっちゃって全然ダメージ出ないっていうのが今までだったんですけども、もう最近の仕様ではですね、まあ、どちらもそこそこ見てもらったら分かると思うんですけどもね、まあ、呪文ダメージ武器ダメージ両方とも、ね、そんなに、まあ、差はありますけどやっぱりね、スタミナビルドで作ってるから、まあ、3951、ね、呪文ダメージは3314とで、クリティカル率ね、まあ 61.9% と、まあ、ぶっちぎりで上がりますけども、スタミナ系物理ダメージはね、まあ、それでも呪文ダメージもまあ 50% に近い状態で、まあ、クリティカル発動できますので、まあ、そんなに劣化されてるわけでもないかと思うので、まあまあ、なかなかこのスキルもね、このね、稲妻の反乱、悲惨の変異ですね。まあ、だから場所を選べる、落とせる場所を選べるようになる。自分の周りだったけど、今は確か。まあ、これをちょっと入れて、マジッカの、だからスキルだね。まあ、これを入れていくことでですよ、まあ、マジッカもちょっと合わせて使えるということで、スタミナのコスト面で、ちょっと楽になる。まあ、スタミナのね、スタミナ由来のスキルばっかりで固めてしまうと、スタミナの枯渇が早いっていうのがありますんでね。まあ、マジカのスキルもちょろっと混ぜた方が、まあ、リソース楽になるよね、ということなんで、ちょっとこれも、まあ、あんまり入れすぎると今度は二刀流と弓で戦ってますから、マジカの回復手段がないので、まあ、重攻撃で回復、回復を狙っても、まあ、回復するのはスタミナだけなんで、マジカが回復されませんので、まあ、ちょっとあんまりね、マジカスキルを盛り込みすぎると、このあたりクリティカルサージとか使えないっていう状況とか出てきちゃったりすると怖いので、まあ、ほどほどに、まあ、入れているという感じですね。まあ、あと毒注入。まあ、弓を入れるんであれば毒注入をまず入れておこうと。ね、聖者と、ね、毒の矢必ず、ね、弓を持ってるんであれば入れるでしょう。まあ、これはもうあれだね、単体用の、まあ、ドットを狙った、まあ、スキル。まあ、ちょっとざっくりとした説明ですけど、ね、大事なのはですね、やっぱクリティカルサージ、ね、サージの変異のクリティカルサージ、大きな力を求めてメリディアに祈りさせることで残忍強と魔術強を獲得し、武器ダメージと呪文ダメージを 20% 33秒の間上昇させますと、うん、まあ、もう基本的な、ね、ダメージ能力が 20% もらえますから、まあ、強くなるよねという感じです。まあ、それだけじゃなくて、ここはもう本当に大事なんですけど、ここよりも大事なのが、もう発動中クリティカルダメージを与えると体力が3366回復する。この効果1秒ごとに発動する。33秒の間1秒ごとに、まあ、クリティカルダメージがコンスタントに出ていれば3366回復しながら戦えますと、うん、まあ、いうことでして、まあ、これが
マジカでもそうですけども、まあ、ソーサラーで戦う上で、すごく手助けになってくれると。回復、自己回復っていうものをあんまり考えず戦ってられるってことですよ。常に回復、ちょっと減っても、まあ普通に戦ってれば常に回復する状態が生み出せるんですね。クリティカルサージが切れなければですけど。まあなので、私ご覧の通り、基本的にはね、スタミナビルドであれば必ずですけど、この、同盟戦争スキルのね、複数の活力必ず言えるんですけどね、まあ15,604秒の間回復すると、ね、スタミナで。まあ、すごい回復能力のあるスキルなんで必ず入れるんですけど、まあ、これを入れずとも戦っていける、うん、普通に自分のだからダメージをね上増しするバフをかけてクリティカルをうまく調整して戦えれば、まあ、回復という選択をあんまり考えずに戦っていけるっていうのがこの、まあ、ビルドの強みであるのかと。まあ、いうことでして、まあ、このビルドというかですね、まあ、ソーサラーの強みというか、うん、まあ、だってね、3366も回復するんですよ、1秒で。うん、で、4秒かかると、まあ、3412、まあ、1万4000ぐらい、うん、回復しているということですよ。まあ、言ってみたらですよ、ね、どれだ、今、ね、不屈の活力、まあ、1万5000と。まあ、ちょっともうちょっと高い数値ですけれども、4秒間の間ね、うん、つまりこれが割る4されたのが1秒ずつ回復するということなんですよ。つまり不屈の活力常に使ってる状態で戦ってると言っても、まあ、まあ過言じゃない、うん、っていうことなんですね、うん、なのでこのクリティカルサージ必ず入れてほしい。これが肝でありますし鍵でありますので、まあ、これを入れておけば、まあ、そんなにびっくりするダメージを、ね、ずっともらい続けるみたいなことがなければ、生存能力も高いですし、あとこの、ね、次にご紹介するこのハリケーン、体を純粋な空気に変化させる近くの敵に風を吹きつけて914物理ダメージを1秒ごとに10秒の間与えると。風はダメージとサイズが大きくなっていき最大 150% ダメージ、9メートルまで大きくなると。まあですから 150% ということは、1800の、2400、2300ぐらいのダメージが最終的には与えられているという形ですね。で、この姿の間、迅速弱を獲得し、物理耐性と呪文耐性を5948上げて、移動速度を 15% 上昇させると。まあ、これと合わせてですよ、まあ、硬くもなる、ね、移動速度も上がるから、ギミックの回避とか、ギミックの回避というか、範囲の回避とかしやすくなったりとか。まあ、いろいろね、やりやすいんですよ、このビルドというか、クラス。この2つ揃えておくとね、クリティカルサージ、ハリケーン。うん、うん、そうなんです。なのでね、これ本当にやりやすいんで、ぜひ、別に、マオマーなんて、ここは別に考えなくていいんで、もう、マジカじゃない、スタミナの、ソーサラ、マジカのソーサラもそうですけど、ソーサラ、このゲームちょっと難易度高えとなったらもうソーサラ作ってほしい、一回。うん。やりやすいんで、あと奥も深かったりするんで。何かとおすすめです、ソーサラね。まあそんな感じなので、ぜひという感じです。ちょっとこの辺りも説明しますか、連続打撃。敵に鋼の連撃を浴びせる連続攻撃で、それぞれが1361、物理ダメージを与える。それぞれの攻撃が命中するために次の攻撃のダメージが 3% 増加すると。残後15がね 15% 最終的に上がると。でそれだけじゃなくて最後の攻撃はダメージが 300% 増加すると、まあいうことですから、まあ3000
まあ、4000か。最後のダメージ4000ぐらい食らう。まあ、単純にだから、そうだな。4。まあ、6000ぐらいに、最後の4000ぐらいだから、まあ、1万ぐらい。まあ、ちょっとチャネリング時間っていう、ちょっとあの、即発動のスキルじゃないんで、これ。ちょっと使う。この分のね、ちょっと待たなきゃなんない時間ってもがありますけれども、まあでもその分ちょっと他のスキルと比べたらちょっと強めじゃないかという感じなので、これかね、もう一個の方はね、こっちの闇魔法の方のね、このクリスタル武器、これ最近の、スキル見直して多分追加された変異なんだけど、これもまた面白い。武器を闇のクリスタルで4秒間進み、次の軽攻撃か重攻撃に、ダメージを9177物理ダメージ追加して、標的の防御力を1000、5秒の間低下させる。これもまた面白いですね。これをまあ基本的にはまあだからドット攻撃、継続ダメージ与えるものをまあ全部まあね、相手に叩き込んだら、まあこれで調整すると、その更新のタイミングまで、まああとはまあほぼほぼというかもう範囲攻撃もあるんですよ、扇風機というね、まあドットを与えてというものを揃えていますので、基本的にはだからこれをまあ1回ずつ使ってね、まあ更新のタイミング来るまでは連続打撃を連打するという形ですね。ちょっとゆっくりですけどスキル回しの方してみましょうか。カモランでいいかな、ちょっと待って。最近はちょっとこれを食べてます。最大スタミナ4936、あとスタミナ再生493、これ2時間の間効くよと。これレベルはそのレベルに合わせてくれるんで、どのレベルでも食べれる食事。これニューライフフェスティバルで、レシピもらえるやつだね。でこれはね最大体力の方、まあ、こちらね、基本的にいつも使ってるやつはこっちですね。まあ、最大体力と最大スタミナを上げるものの方がまあバランスが取れてて安全性はいいんですけど、まあ最大体力が上がる分ね、まあ死ににくくなりますので、まあこれ選んでほしいんですよ。まあ DPS をもりもり出すような状況の方が欲しい場合、こっちスタミナ再生がつくんで、スタミナ効率すごく良くなってくる、これを使うとスタミナ再生が、まあ、1681にで、まあ、最大スタミナが34440、まあ、ちょっとでも体力がやっぱ2万切ってくるので、ちょっと死にやすくなると思うんですよ、敵のね、ちょっと痛めの、痛い攻撃に対して、まあ、なんでこれはもう選んでください、どちらを使えばいいのかと。さあそれで、これね、いいとこ取りしたものもあるんですよ、このカモランの。これね、疑わしいカモランの玉座。これはスタミナ再生が315、最大スタミナが、2856、最大体力が3094と、まあ、いいとこ取りなんですけども、すべての数値がちょっと弱まるので、まあ、どっちがいいのか、まあ、この3つで、まあ、選んでいく形ですかね。さて、じゃあまず行きましょうか。まあ、クリティカルサージね。ハリケーン。で、まあ、最初にですね、弾幕ね。この辺りをまあ使って、裏に返して、まあ、ここでね、これです。魔力の部分。これを使っとくとですね、まあ、40秒だったかな。40秒間。カウントが始まるとね、
これを1回使うとご覧の通り今 1って出ましたね、ここにね。カウント1。これが4つ溜まると、まあ見た目もわかるんですけど、武器が自分の体の周りこううようよしだと思うんですけど。ね。これ4つ溜まって、もう1回使うと、ご覧の通り。まあクリティカルが入ると、最大で2万強ぐらい。2万強も入ってないか。2万ちょいぐらい。まあ入ってた。まあこれをね、まあ普通に軽攻撃挟みながらね、スキル入れてれば、まあいつの間にか4溜まってるんで、溜まり次第使う形になりますね。まあそんなことを気をつけながら、ちょっと軽く回してみますよ。マシマシ。で、使ったる裏に。ちょうど更新のタイミング。で、使ったら裏に落とす。使ったら裏に落とす。簡単ですよ、流れが。相手の体力もそこそこ減ってきているので、今度はこっちに変えて、まあなんだろう、全体で7万みたいになってるけど、これはどういうことなんだろう。まあこんな感じです、軽く回すと。ちょっとこっちじゃなくて支援の方で回してみましょうか。ちょっとね、このキャラクターはね、相手の物理だ呪文だの体勢を下げるスキルが一つも入ってないんで、一人で戦うっていうことにあんまり長けてるキャラではないと思います。なので多分こっちの試練の方のが出るんじゃないかな。まあ出る、基本的には出るんだけどね、こっちのがね。バフだね、相手へのデバフだがモリモリ入るんで。まあこんな感じで5万2000ぐらいですかね。出ますと。ちょっと待って、表に出させてくれ。はい。で今メデューサというセットね、あとメールストロームの弓これメールストロームの弓、今メールストロームノーマルであればそんなに難しくないと思うので、まあちょっと取りに行っていただきたいなと、まあ、いう感じなんですけども、まあメールストロームの、ノーマルの、動画なんかも出してますんで、よろしければそちらの方も見ていただけたら、まあ、どんなもんかみたいなの見えると。あと、ストームフィストっていうモンスターマスクのセットですね。うん、で、あと、オートマトン、っていうものを着ています。まあ、メデューサセットとオートマトン。それから、ストームフィストのモンスターマスクと、まあ、メールストロームのアリーナの、弓と。まあちょっと私に使ってるの完璧なやつなんですけども、こんな完璧とかあんまいらない。うん、
ノーマルのやつで十分なんで、まあ、それを取ってきていただくというところが、まあ、ちょっと一番めんどくさいところでして、まあ、あの メデューサも、オートマトもそんなに難易度の高いダンジョンに行かされることもないんで、取れるのはですね、セットか、ダンジョン、オートマトンが、ダークシェイド洞窟、ね、これは1でも2でも取れるはずです。まあ、セットの内容をちょっと見てみましょうか。2セットでクリティカルチャンス、3セットで最大スタミナ、4セットで武器と呪文ダメージ5セット揃えると物理と出血ダメージにアビリティ出血ダメージアビリティに武器ダメージ呪文ダメージが、まあ、377、まあ、加わると。まあ、だから基本的な、まあ、DPS の底上げができるセットですね。あの結構、なんだろうな、無難なスタミナビルドの近接の、セットなんで、まあ、これを着せていると、まあ、いうところですかね。でもう一個、アークスコリニウムか、一番上ですね。ここにメデューサっていうセットがいる。これ重装のセットなんですよ、実は。ですので、まあ銅とかね、まあ、あのボディーパーツで揃えようとすると重装セットになっちゃうんで、どうしてもね、あの DPS を伸ばすんであればですよ、まあ、武器とアクセサリーで、まあ、5セット作る、まあ、できればこの短剣とね、指輪2つと、まあ、ネックレス1つ、指輪2つ、短剣2つ、まあ、これで5セット作ると、まあ、いうのが望ましい。これをね、揃えると、ね、2セットでクリティカル、3セットクリティカル、4セットクリティカル、ね、5セットでもクリティカル。で、5セット揃えると威力弱を常に得て、武器クリティカルダメージは 10% 増加されるよ、と。まあ、いうことでして、クリティカルダメージ発動しやすくなるし、ちょっと強まるというセット。なかなか面白いでしょ。で、これ探検持ってる状態で、ね。ご覧の通り 61.9% までブッククリティカルが上がりますと。まあ、これがまあ簡単に揃う、であろう、まあ、おすすめセットですかね。でちょっとまあ本気出した感じになってくるとまあここにレレクエルとか、ちょっと待って、レレクエンと、まあ弓ね、メールストロームの弓ね、あとゾグビンっていう、レレクエンっていうのは、試練ですね。サマセットのクラウドレストで手に入ってくるんですね。レレクエン、これですねありがたいことに全て揃いました。ノーマルの方が、まあ、ベテランの方ってなってくるとね、あの5セット揃えると最大スタミナが増加される、まあ、1058って結構なもんだからね、まあでも、まあ、ノーマルでもいいかなと思ってノーマルで使ってます。私はちょっとあのクラドレストに行く機会があんまりなくて、ベテランのちょっと揃ってないですけど、それと、まあ、ゾグビンというのはですね、DLC ダンジョンの方の、フロストボルト、こちらですね、ソグビン、クリティカルチャンスね、あ、そうか、セットの説明しようか。マレレクエンの方は、ね、試練装備なんで3セット目がね、殺戮かな、弱を常に獲得し、ダンジョンとアリーナのモンスターに対するダメージ 5% 増加させる。で、2セット揃えるとクリティカルチャンス、ね、4セットでもクリティカルチャンス、5セット揃えると、警護撃と重攻撃が、標的に有害な数の累積を5秒の間与えると。またこれもね、天候を操る、まおまらしい、風のダメージを与えていくと。まあ、いうことで、有害な風はスタックに、応じて233物理ダメージを1秒ごとに与える。この効果は 0.5 秒ごとに最大10まで累積すると。まあ、最大で2330のダメージを1秒ごとに与えるようになってくるというセットですね。それともう一つ、あとあれだね、ストームヒストも説明したけど、
ダメージを与えると 10% の確率で敵を潰す雷の拳を作り出し、まあ、たまに出てくる、ね、茶色いあのでっかい手ね、うん、で4メートル以内の敵すべてに1358雷撃ダメージを1秒ごとに3秒の間与えた。で最後4秒目だね、うん、拳が切れるときには 16,496 物理ダメージを与えると。これがなかなかでかい。でこの効果は8秒ごとに発動し、ダメージ呪文ダメージの高い方に比例して発動すると、まあ、いうことなんで、まあ、運良ければ8秒ごとに発動して4秒の間、ね、ドットと最終的にはちょっと強めの物理ダメージを与えてくれるというスキルじゃねえな、 Z ですね。でもう1個の方ソグビン、ね、これ、クリティカルチャンスを、2セット目3セット目で上げてくれて、4セット目で、攻撃貫通能力で5セット揃えるとクリティカルダメージを当てると、精度が累積してクリティカル率が、177、5秒の間上昇すると。で精度は最大10まで累積する。この辺、スタックしていくんですけど、5秒経つと5秒の間何もしないと消えていく。5秒の間更新するとまた5秒追加される。だから攻撃し続けていれば、まあ、最大スタックを維持できるというものです。これよく、ね、これだけ見ると5秒以内に10回ダメージ叩き込まないと最大効果は発動しないんじゃないかみたいな感じに見えもするんですけども、うん、まあ、そういうことなので安心して使っていただきたい。で最大まで累積するとフォース弱を得て、クリティカルダメージ 10% 上昇させますよと、まあ、いうことですね、うん、まあ、ちょっとメデューサーにも似ているっちゃ似ている。メデューサーも常にだ。まあ、この2セット、レレクエンとソグビンでちょっと使って、これが基本、まあ私はね、基本的には全力でやるときはこれだという感じ。まあ、どれくらいちょっと変わるのかやってみよう。9000ぐらいかな。いいね。ちょっと一回。やっぱりあれか。やっぱりレレクエンの強さってもやっぱりちょっと違うか。とまあこんな感じでございます。うん。あ違う。まあ、こんな感じでしたけど、いかがでしたでしょうか。まあそこそこ戦えるスキルだと、スキルじゃねえや、ビルドだと。まあ思いますし、まあ、やってて面白い、うん、なかなかね、マオマ、シーエルフでね、周りにまずいませんから、そんな人。まあでもこれでね、これがちょっと面白いなと思ってくれる人がいてやってくれるってなって、なんか街中でね、あ、マオマなんじゃねえかと、まあ見てくれがね、うん、まあそんな人が増えてきたらね、ちょっと面白いなと思ってますんで、まあよろしければね、ちょっとやってみたいというのがあれば、まあこれをね、まあ参考にもっと自分ね、ご自身でもっとビルドアップできると思うんで、やってみていただきたいなと、思っております。というわけで、じゃあ終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。